結局今日も雨。うさ夫婦。拠点完成しました。じゃあそろそろ鍋作りますか。レディゴー。レディゴー。本日のお鍋はイデン。ごま豆乳鍋にしました。ごま豆乳鍋いろいろ食べたけどこれが一番おいしい。我が家では特別なものを入れます。何ご紹介していきます。まずはこの白菜、やっぱりね、20% 割引大事です。次、これもね、うちだけだと思うんだけど、はんぺん。これはね、私の実家はこれ絶対入れます、うん、これ、これトップバリューの絹豆腐。そして、ね、次、これもね、あんまり入れる人いないと思うんだけど、北海道の自慢、小揚げ。そしてね、これ、まあ、長ネギ。最後、これ一番びっくりすると思います、もも肉。ということですけども、はい、それではまず具材を切っていきます。はい、長ネギ食品。よし、斜めに切っていく。切り味悪いな。ふん、本当にやめてくれる。ざっくり、ざっくり、ざっくり、ざっくり。ブシッ、ブシュ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 ッ。ペロッ。給湯分か。難しいな。サンサンで。サン、太陽がサンサン。何の音？テン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 。アンパン？入れていい？うわぁ、ぬるぬるしとる。16等分。4×4 か。これ半分は明日用に。数学学年1位だった俺には造作もないことだ。ぴょん。ねえ、もう本当にやめて。それ入れないよ。何が？見て、純喜久しぶり。誰純喜？ウリタさん。ウリタ純喜だけ。分かってるし、そんな。これどうすんの？半分？うん、そうだね、一口ぐらい。アーニャ、鶏肉大好き。もっと可愛いよ、アーニャは。アーニャ、鶏肉食べたい。皆さん似てますか？俺の一個似てるモノマネやっていい？いいよ。あなた、バカナースです。これはね、似てると思ってる。皆さんコメントください。あなたは何も分かっていない、バカナースです。めぐみちゃん、あれめぐみちゃんだっけ？あゆみちゃんじゃなかったっけ？誰めぐみちゃん？やべえやべえやべえ、元カノの名前だ。そうなの？めぐみ？いないわ、そんなやつ。だと思った。元気のお母さん、めぐみちゃん。じゃ全部切れたので入れます。2倍のかけらもないふさ夫婦の鍋。ふさ夫婦がおすすめする冬のお鍋ランキング1位、みつかんごま豆乳鍋。1位なの？赤からじゃないの？入れていきます。振ってください、先に。はい、これで視聴者さん減りまーす。あ、時を戻そう。着火しますか。ガス入れてなかった。いや、これほんとマジで別に受け狙おうとかじゃなくて、今回はマジで素だった。カチン、チキン。この鍋はブレイキングダウンで一世を風靡したトシゾーからいただいた鍋です。残るはまだ普
通の男の子だったね。消防士目指してた。今じゃあんなにでかくなっちゃって。じゃあ煮詰まるまで待ちますか。はい、そろそろいいでしょうか。いきます。これは優勝できそうですね。うん、よそっていきますよ。はいよ。待って、赤かった。食べますか。はい、じゃあまず乾杯しよう。さきなに乾杯。食べるか。今日のお鍋、いただきます。焚き火見ながらの鍋いいね。冬キャンって感じするね。今何度ぐらい。マイナス10度くらいじゃん。10度くらいありそうだね。うん、寒くないの。豆腐がぐちゃぐちゃになったの。やっぱり一番揚げがうまい。揚げ好きだよね。みんなにも揚げるよということですけどね。そういう時に使ってたの大学の時。うん、空気直す時。どんだけ空気直す時あったの。パパほぼ大学の時さ、何してたの。4年間、勉学に励んでた。経営学を学んでた。どうにも役に立ってる。てか大学の時本当にもっとちゃんとやっておけばなって思ったことある。専門職になろうと、大学行こうと、誰がキャンプ YouTuber になると思った。キャンプ YouTuber の勉強しとけばよかったわ。ねえ、待って、ショック。めっちゃショック、ね、今年の誕生日に買ったんだよこれ。早くない？いや、まだ使える。これを周りこうなんか紐かこう囲ってあげればまだ使える。めっちゃショックなんだけど。早かった。いやだってさ、カーンとかさやってたからでしょ、そこにさ。なんでそれがパカっていく。めっちゃショック。可愛かったのに。いや大丈夫、まだ使えるから。安心しろ。斧も壊れるし。ついてないわ。斧もぶっ壊れるし。お次は何を。締めに入りたいと思います。いいから持ってきた。残飯。冷凍。冷凍おご飯。おご飯。今日はちょっと、おいレイザット。レイザット。煙。火事。先づくキング。目が痛い。いい感じじゃん。はい。でよかった。マッチョ。これが嫁の素顔です。不敵な笑み。おい。うわあ、体に悪そう。特別ですか。うん、うまい。上手だね、お料理。ABC クッキングの弟子だ。じゃあ締めのリゾットに乾杯。さあ食べよう。うまい。まあまるでこれはマッチングアプリで出会ったあの子とうまくいった時みたいな味だ。誰だよって嫉妬すんな。美味しかったけど私はもうお腹いっぱい。俺もう一杯食べたい。どうぞ。さき、大好き。持ってきて。もう一回。さき。何？愛してる。どう読みや。持ってきて。分かった。どうした？ふって何？ふってちゃんと心込めて言って。私の目を見て言って。アニョハセヨ。自分で言ってこい。いや頼むってマジで。行ってお願い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 。何？帰ったら何でもする。帰ったら何でもする。帰ったら何でもする。今は今何してほしいの。ちょっと言って。何を。ハムサハムリだ。自分で行け。早く、時間もったいない。頼む。何頼む。さっきのことどれぐらい好き。今食べるご飯と同じくらい。いや、ちょこんなこんなに。何？いいって、もう早く行って。
ぞ。ありがとう。はい、どうもどうも。はい、ご苦労さん。明日は雨予報なのでタープは全部撤収しました。明日は最低限のものを片付けられるように結構いろいろしまいました。これが吉と出るか凶と出るか。いや、いいのよ。あそこにいるのが先で、テントはそこにあるんだけど、本当はここにタープがありました。タープ撤収しました。ここね、焚き火やってたんだけどね、これも全部ね消しました。明日雨だからね。じゃあ、あとはテントの中でぬくぬく過ごします。イエーイ。初のコロナストーブ。見てください。ふみおがなんかをこぼして絶対に焦げるからやめなって言ったのに何も聞いてくれなくて、拭いたら焦げ跡がつきました。まあ取れるっしょ。でもね、あったかい、さっきも今薄着、これ1枚さっきめっちゃ着てたのにね。ダウンとモフモフ、うん、脱いだね。ふみは何これ、極段1枚。はい、やめなさい。自主規制入れるわ、モザイク。でも本当に1枚しか着てないね。全然あったかい、サンダル。しかも全然本当に寒くないんだよね。いや、私もだって今ノース履いた、暑いもん。なんか、ね、ぬくぬくしてきた。さっきはあったかくて寝てしまいました。あ、起きた。そんなにあったかいのか。確かにあったかいんだよね。あったかい。暖気が上に上がってくるから上だけはあったかいんだけど、サーキュレーターとかないと空気回んないから、サーキュレーター買った方がいいと思います。ふさ夫婦はキーナイスというところのサーキュレーターを使っています。こんな感じで空気を回しています。起きろ、歯磨いちゃうか。おい、目開けろ、歯磨くよ。どうしたの、元気な。あ、あんたでもいいよ。今日のね、感想。まずやっぱりこの時期のキャンプはね、静か。ファミキャン少ないし、グルキャンもいないし、いいわ。まあ、たまたまだったのかもしれないけど、いや、今日は本当に静かでいいキャンプだったね。帰るまでがキャンプだから。明日ね、また過酷な雨夫婦が待ってるよね。逃れられない、降るから絶対。そうだね、降らせてるの覚悟しなきゃ。でもタープとか閉まったから、それがどうなるかだよね。いや、絶対キッチだよ。降れないことを祈りますが、まあ、あとストーブ最高だったね。いや、よかったかって、うん、じゃあ明日の雨夫婦に期待してください。おやすみ。おやすみなさい。おはようございます。さっき起きよう、寝すぎた、気持ちよくて、天気もすげえな。7時になっちゃう。雨降ってないよ。まず朝ごはんの肉まん食うか。よし、行くぞこれは降るね。てか、夜降ったっぽい。雨夫婦。やば、早く片付けよう。どうしたどうしたどうした。どこ行く。もう片付けてる人いるの。あれ、なんかピオリの音とか夜中聞こえてるの。雨だからかな。まあ確かにね、雨降っちゃうね。これはどうする、服。とりあえず、うん、中のものまずしまう。しまってテントはもう絶対乾かない。なんだろう、絶対乾かないから。なんか暖房つけても無理かな。うん、逆に湿気そう。顔を洗っているさっき、冷たそう。気持ちいいよ。ここで朝ごはん食べる、片付け終わったら。
いいんじゃない？火使えんのかな？多分ガスコンロだけさ、持ってきてさ、チャムスのやつと肉まん持ってくればここで朝飯食べれるんじゃない？だから片付けしちゃうもん。朝7時の撤収。いい選択だと思う。中から片付けますか。よし、片付け終わったぜ。すっぴんババア。雨降ってきたね。雨が降る前に片付け終わりました。イエーイ。素敵な選択だった。みんな早く帰ってるね。まだ8時半なのに左も右に関してはほぼいません。やっぱりこの時期のキャンパーはプロだね。みんなもう雨降ると思って帰った、ね、早い。まあ帰ったら干さなきゃいけないけどね。あ、降ってきたね。さよなら、見せこう。今から朝ごはんを食べに行きます。今日のメニューは初の試みピザマンです。全部片付け終わった後の朝ごはん、うん、合ってんのか。どうなるんだろうね。未知数。結構潰した気がするけど。やってる人結構いるよね。うん、チャムの焦げ目とかついてた気がするし。うん、僕が行くね。おお、チャム。Sどこ行った。ではお皿に乗せていきます。かわいいじゃん。かわいいのかな。確かに。食べてみて。あ、私は作って触れません、これ。なんでそれ。うん、食える食える。あったかい。あったかい。うん、肉まんだよこれ。半分ちょうだいね。うん、美味しい。ピザ。うん、肉まん。あ、肉か。美味しい。超簡単ね。うん、簡単だよね。うん、やっぱり雨夫婦でした。結局今日も雨。でも雨には当たってません。撤収は先に終わらせておいた。もう最高だよ。
それが一番いいプロのキャンパーに近づいたわ。でも家で干さなきゃいけない。ん？夜中降っちゃったからね。いいんだよ、自分たちが濡れなきゃいいんだよ。びちゃびちゃ。じゃあ帰りますか。さよならニセコ。さよならさひな、また来るよ。これから高橋牧場に行ってくるよ。行きまーす。妖帝さんどこ行った？ない。高橋牧場でーす。大雨でーす。体張ってます。やばい、雨、風邪ひくよ。高橋牧場でシュークリームとチーズタルト買ってきました。あ、お家で食べます。うん、待ちきれずにできたて、うまい。ニセコチーズタルトいただきます。うまい。こんな感じ。うまごん。食べます。雨やばいぜ。来週の千歳は晴れることを祈ります。それじゃあまた来週。チャンネル登録と高評価お願いします。